高野君、はい、結婚おめでとうございます。ありがとうございます。まあ新たな人生の門出に芸人の先輩としてこのコントを送りたいと思います。素敵なプレゼントやな。次回高野の結婚披露宴出席者オーディションを開催。しかし希望者殺到でまさかの白熱余興バトルが勃発。超える超える超える。さらに大人気企画孤独のフィリピンパブにまさかの常連客が。レモン口。レモン分かんなくなっちゃった。レモンどこにある。レモン探して。レモンどこ。探して。はい、どうぞ。はい、レモン。うん。信じられない。表参道のアップルストア前と中継がつながっているようです。中継先見てみましょう。はい、ひとりさん、今アップルストアの前からお送りしてます。はいはい。あのような状態でですね、今一人で座っているんですよ。今からでかったよ。今高野とは喋れない状況な、うん、はい、高野のところ行ってみます。第一声がな。高野、なんだよこの野郎。ぶち切れてましたね。荒れてる。先輩に最初の挨拶それじゃないと思うけどな。そうですね。でもお前そのテンションでワイドショーとかのインタビュー受けたら放送してもらえなくなる可能性あるよ。知らねえよそんなの。もう今さらよ。ちゃんとやってんのか取材に。今受け答え一個はヒルナンデスだったんで。南原さんがリポートに来たの。南原さんが来るわけねえだろ。なめんだろその南原を。何やね厳しいな。外に出ねえんだよ南原は。出ない出ない。最後タコの頑張ってほしいんで、はい、あの差し入れ用意してるんでしょ。さすがやな。優しいね。本当優しい。差し入れ大丈夫。大丈夫。よかったな。彼女連れてくんじゃねえよてめえマジでよ。来たよ。彼女何してんだよてめえ。あ、高野さんの彼女。あ、高野の彼女。高野の彼女連れてくるんだよ。あ、でもこれで楽しいのあるやん。何それ。おにぎりなんか握ってきたって。いいや、嬉しいや。食べてみーよ。うまいって何なんだよおめえ。怖い。怖いね。毒でも入れてこいや。ね、毒入れろマジで。見たことないフレーズ。殺せよ俺を。怖い。見てんだから。怖い。先輩が見てんだからその前で毒入れて殺せよ俺のこと。いや彼女も一緒に並んだ方がいいんちゃう。並ぶわけねえだろがよこんなよ。こんなゴミのところによ、なんで自分の女を並ばせなきゃいけねえんだよ。めちゃくちゃセックスとかすりゃやんそこで。バカかこの野郎。表参道。表参道セックスは聞いたことねえよ。野外表参道みたいでかっこいいやん。イデオンクラスじゃねえよ。表参道セックスだよ。かっこいいのにな。いいコンビやな。いいコンビやん。いい夫婦だ。いいコンビやんじゃねえよ。すいません、お疲れ様でした。なんでおめえもそれ着てんだよ。お疲れ様でした。なんでおめえもそれ着てんだよ。いいよ。かわいい。その後もハッシュタグ高野の iPhone はさらに加速し、高野を支えるべく現場にも多くの方々が訪れてくれた。三四郎とか来てるやん。あれ、なんで、あ、高野の iPhone ですか。お兄ちゃん、ね、高野の iPhone。高野の iPhone ですよね。俺なんかツイッターでチャンスの時間っぽいやつが来る。何してんの。でもう3日前からずっとここで暮らしてんだこの人。一番で買うため。あ、本当にやってるんですか。本当にやってるよ。確かに本当にやってるんですね。さらに事務所の先輩も高野を心配してやってきた。あざす。はい、飲んでください。お酒。これ相田さんから。はい。酒すごいな。飲めねえよ。もう。お前相田さんの酒が飲めねえってのかよ。相田さんの酒も飲めねえよ俺はもう。いやだから高野飲んで。飲まねえようるせえな。飲みすぎでしょ。ひどいよね。絶対ひどいですよね。これ何の。
ツイッターで見ただけだけど、わかんないけど。30分前に相田さん来てくれたんですよ。そうそう、そのツイートで知った。あ、そうなんですか。変えてはいて、しばらく疲れ切った高野を少しでも元気づけようと、先輩が優しさを見せてくれた。4日間にも及ぶ長く過酷なチャレンジ。愛されてるな高野。初めは一人だった。荒唐無稽な挑戦だと思っていた。しかし高野のもとには先輩や後輩、さらには事務所の垣根を越えて40人近くもの仲間たちが高野を応援するため表参道に足を運んでくれた。ハッシュタグ高野の iPhone、 このキーワードのもとに我々が想像すらしなかった多くの人々が集まった。なんか感動する。誰も知らないこの小さな小さな挑戦は次第に熱を帯び、高野を中心に優しさの渦を巻き起こしていた。もう本当になんか緊張してきましたね。いよいよかって感じです。もうずっとなんかザゲナとか生きてきたね、やってましたけど、ここまで来ちゃったって感じです。疲れてますけど明日で終わり。58時間にも及ぶ長く険しいチャレンジに高野の体力も限界に近づいていた。しかしこの後高野の身に危険が迫る。身にチャンスの時間。プールで見られるのはアベマだけらしいな。プレミア会な、今まで安心してきたチャンスの時間の名作を見られるらしいね。見られたくないけどね。この動画の続きはここをクリック。